やっぱ全然違いますね。やっぱね、彼は大竹和樹の時は普通に眠り、普通に食事をし、普通にテレビを見る、普通をずっとやっているんですよ。普通に、ただクリエイターの時にその普通が顕微鏡で何かを見てたのかな、望遠レンズで何かを見てたのかなっていうぐらい洋服の時に爆発するんですよね。彼はもう天才って言っちゃうともう簡単なんですけれど、僕の目と同じものを見て、本当に同じものを見てるのかなって思うぐらい感覚が違いますね。そうですね、半年ぐらい、まあ、彼の中ではかなり短かったと思うんですよ。こだわり始めたら彼は一生やると思うんですよね。で、期限を決めてあげないと一生やってしまうんで、だからあっという間だったんじゃないですかね。集中してるから常に。天才っていう言葉ではもう語れないですよね。やっぱり僕には見えてないこの素材の何かがあいつね、もう洋服になったこの状態がもう見えてるんですよね。この生地がでかくなったらこうなるとかも見えてますし、全てがもう完成形が見えてる状態からスタートしてることが僕にはもう信じられないですね。もう天才ってっていうともう安直な気がしてきて、やっぱり大竹、まあブランドといえば、まあメインはブラックなんですけれども、まあブラックのこのパーカー僕もちょっと着させてもらいましたけれども、やっぱここにローマ字で和樹大竹とメガネマークがやっぱ両方がこう垂れ下がってるんですけれども、やっぱりあれがすごいいいアクセントになって、あ、これこの紐がファッションになるんだと改めてこう着た時に、ちょっと裏返ってこっち真っ黒になってる時があったんで、あ、ちゃんと元戻さないとってやっぱかっこよかったんですよ。やっぱ天才っていう言葉じゃ飽き足らないところはあったんですね。そうですね、もう普段の大竹和樹、親友であり相方である大竹和樹とはまた別のものですよね。和樹大竹ブランドはだから一切の抵抗がなく着れるし、むしろ着るんでしょうね、毎日着るんでしょうね。彼は天才というにはあまりにも近づが少ないと思います。天才という字数が少ないと思います。天才っていう字ではもう字数が足りない、大天才ですね。大天才もだいぶ字数少ないですけれども、大大天才ですね、だいぶ字数増えてきましたね。はい、なんて言ってました今日。天才僕も忘れちゃったんですけど、忘れちゃった、大体合ってると思います。OK です。ありがとうございました。バカで。最初何て言ってたか忘れちゃった。